1977年の大曲り仮上工場と周囲約500メートル範囲。右が網走方面。下へ分岐していくのは関北本線の北見方面。上に網走川を挟んで網走刑務所と入り口の鏡橋が見える。ホームの周囲に待合室は見えない。対局という地名は網走川がこの一帯で180度曲がるところから来ている。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成対局仮上工場は北海道網走市対局にかつて存在した日本国有鉄道有毛線の仮上工場である有毛線の廃線に伴い1987年3月20日に廃止された大部分の普通列車は通過し3月3日改正時点で 折り四本、上り四本、朝夕一本ずつのみの停車であった。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の北側に存在した。点鉄機を持たない防線駅となっていた。廃止島で仮上工場であり、無人駅となっていた。ホームは中湯別型にスロープを有し、駅施設外に連絡していた。関北本線と 平行していたが、乗降場は道路側である有毛線にのみ置かれた。東仮乗降場が所在した地名より、地名は波尻川が大きく西に極流していることに由来する。有毛線跡の記念碑1999年時点では施設はすべて撤去され空き地になっている。2010年時点でも同様であった。また、1999年時点で、 ところ町内から東海上高場跡の中優別より、網走川を渡った地点までの線路跡が、北海道道線87号網走、ところ自転車道線として自転車歩行者専用道路に再利用されており、網走川に架橋されていたガーダー橋がそのまま転用されていた。橋梁名は、網走川橋梁で、2011年時点でも同様であった。ありがとうございます。